今日はですね、この八幡神社のこのパイロンがちょっとかなり破損しているものもあるし傷んでるので、これ私の会社のものなんですけども、新しいものに変えたいと思います。それでは作業を始めます。これでですね、この神社、八幡神社のパイロン、きれいにしました。まあ、地元の守り神のこの神社なんで、しっかり頑張ります。以上です。